おかげさまでオンライン着物お手入れ相談という動画とブログが随分読まれるようになってきました。ステイホーム、おうち時間ということから、随分ですね、うちの掃除をした人が多いと思われるんでしょうか。動画の検索並びに、ブログの検索っていう単語は、着物シミ、着物タンス保管みたいなのが多くなってきてですね、そこからうちのブログ、並びに動画、ハウツーものということで問い合わせいただく件数が非常に増えてきました。特に多いのが、タンスの中に保管したまま、汚れがひどく変色していたものが多いようです。普通の着物を着た後1週間後くらいの汚れだと非常にコスパよく、落とせるんですけど、やはりある程度長い時間そのまんまになってタンスの中に入っていると汚れが生地に浸食してその分が変色しちゃったりします。いつものシミ抜きよりはちょっと金額がかかってしまいますので、できるだけ着用後は早めにお手入れに出した方がいいと思います。また、着用をした後に一度お手入れしてそのまましまっていたとしても着物に残ってるノリとかね、タンスの中の菌なんかが悪さして、シミになるケースもあるようです。着物をしまいっぱなしにして、なかなか出さないことが原因の一つではあるんですが、なかなかね日常的に着物を着ない方においては、それもちょっと頻繁に出してくださいというのも難しい話かもしれませんので、まあ、できるだけ着たらきちんとした形でしまっておく。で、保管している中になるべく湿気、それとカビをいさせない状況を作るということが大事かなと思います。湿気についてはですね、着物屋さんおすすめのこういう繰り返し使える湿気取りっていうのがありますので、ぜひこちらを使ってみてください。身近に着物でお困りの方がいらっしゃったら、うちのブログ、うちの YouTube のアカウントなんかをぜひおすすめいただくとですね、解決の糸口になるかもしれませんので、ぜひご覧になってみてください。はい、ということで今日もずっとお伝えしました。やっし着物チャンネルより、オンライン着物お手入れ相談についてのお知らせでした。